やっぱりなんかちょっと待って。なんすか、どうしようと。俺むしろもうきや、はあ、あんたに何切れたら口では偉い。実は私も文句なになに、あんな雑魚さん、よくぞい。モキヤ、かっこ悪いかも。なんすかそれ、つーか、エンテイカムです。どう？ですよ。てかあんたらさ、でちょう。え、リスペクトは愛で地球伝わる？っていうか、はあ、売られかけ。ま、モキヤ、とりあえず応援しよう。ごめん、このドリクラ攻撃にこれ以上耐えられそうにないの。Ha!
これを使って
シモン。デジモンのせいじゃないっつーの、あんたがしょぼいんだっつーの。わお、お花畑発言炸裂したね。あ、言っとくけど俺様まだ本気じゃないから。今の前奏、いやその前のチューニング、まあ次はもうちょい強力なデジモン出すから、ユーガクガクにヘッドバンキングされちゃいなよ。そこまでだ、やめろ。チームザクソンのリーダー、ユーゴさん？え？これ以上勝手な真似はさせない。お前のやり方は我々の方針から大きく外れている。はい？チームのリーダーともあろうお人がパワハラすか、圧迫系のあれすか。誇り高きザクソンの規律を。規律？とっくになくなっちゃってますけど。まあ主に俺様が率先してなくしちゃったわけですが。アンさん、それがリーダーに対する言葉かいな。わざわざ側近のフェイさんまでおいでいただいて、俺様ひ、もう一度だけ言う、ザクソンの規律を乱す者は。嘘嘘、It's a rock and joke ですってば。スーパーハッカー優子さんに逆らうとかもう無理無理無理。そんなことしたらリアルに殺されちゃうし。全部冗談。冗談だって、本気と書いてマジになるなって。そんじゃ僕そろそろ帰ります。バイバイ。ところで、はい、このチームの門か分かれしまへんけど。はぁ、おっと、そこなデジモン。あんた、いきなり現れて何言ってんの。はて、アンさん、バッチと遊んでくれはりますの。これはなんとも。よろかれだわ、アンジョーを楽しませておくれやす。よせフェイ、無益な争いだ、帰ろう。やむ、いけずやむ。せっかくええ気分でしょ。アンさんだ、またどこぞで会う機会もありましゃろ。その不細工な顔、ほなさいなら。何よあいつ。助けてくれてありがとう。う、私は何もしてなかったりして。俺ならこの子にありがとう。それにしてもここやばいよ。とりあえず離れよう。ここまで戻ればさすがに大丈夫よね。はぁ、アグモン、ガブモン、無事でよかった。俺たちももう一度会いたいなって思って。そしたらあの怖い人たちに見つかって追いかけられて。危ないところだったよ。あんなのに捕まってたら今頃僕たちは。ねえ、あのさ、私にはまだよく分かってないんだけど、君たちデジモンって確かハッカーが作ったプログラムなんだよね。え？人間に作られた？え？どうしたの？私。うん、痛い痛い。え？ちノギア、やめてよ。そんなわけない
ちゃんと生きてるって気がする。あのね、ノキア、俺たちは人間の世界とは違う世界から来たんだよ。違う世界？デジタルワールドっていう世界だよ。デジタルワールド？僕たちデジモンが住むデジタルワールドと人間の世界は普通はつながっていないんだけど、何かが起きて二つの世界が時々つながってしまうみたいなんだ。だからたくさんのデジモンがこっちの世界に迷い込んじゃっているんだ。さっきの怖い人たちはそういうデジモンを捕まえて無理やり命令したりして使っているんだよ。僕たちはデジタル空間でしか存在。でも人間の世界のデジタル空間はほとんどが人間の手で作られたものだし、そういう意味では人間が作ったプログラムと見分けがつかないかもしれないな。どう？分かった？なるほど。いや、僕とガブモンは違うよ。この世界でやるべきことがあるんだ。やるべきこと？それって何？それは。思い出せないんだ。え？とても大切なことだったはずなのに。俺たちは何をするために？アグモン、ガブモン。大丈夫、大丈夫だって。そのうち思い出せるって。っていうか私が手伝う。思い出せるまで一緒に頑張ろう。ノキア、ありがとう。ノキア、私当たってはただひたすら頑張ればいいっていうか、有機的なものに向かって走るっていうか、元気的なものがあれば何でもできるっていうか、まずは何を頑張るか考えることから頑張ろっか。うん、ノキア、僕よくわからないけどとにかく頑張るよ。俺も頑張る。だから、モキア、かわいい。もちろんだよ。ずっと一緒にいようよ。アグモン、ガブモン、これからよろしくね。うん。どうやら依頼は無事完了したようだな。ご苦労だった。と、本来ならば直ちに新宿へ向かってほしい。新宿で怪事件が発生したようだ。君の目で確認してきてくれないか。警察が本格的に動き出す前にな。聞こえてたよ。すぐに行かなきゃいけないんでしょ。ありがとう。君がいなかったらこの子たちを助けられなかった。なんだか大変そうだけど君も頑張ってね。私も頑張るからさ。ありがとう。またね。